中島歌子から1903年1和歌と章を教える史塾、萩野社を主催し、明治時代の上流、中級階級の史を多く集め、成功した。歌人としてより、樋口一夫、三宅加保の師匠として、名を残している。1845年1月21日、武蔵区にいる間群、森と村に生まれる。父、中島又右衛門は農民ながら、 村な主であり合商。母、福島育の実家も、江戸通いの船で商売をしていた、幕府御用達の合唱で、育は、川越藩の奥に仕えていたこともある。歌子が生まれてほどなく江戸の牛込養生町に移り住む。歌子の親戚や藤井孔明によると、両親は、小石川康、藤坂の伝通門前にあった三戸藩御用達宿、 池田屋の加藤タスクエモンの夫婦養子となり、1850年代に家族で小石川の屋敷に居住するようになる。父が、三戸の藤田東子らと交際があったことから、10歳から15歳まで、三戸藩市藩の府中松、平家の奥に仕えた。18歳の時、かねてより恋したっていた三戸藩市、林中座江門と結婚し、三戸五軒町の林屋に嫁入りした。 江戸の豪商の嫁入りは、当時の水戸で話題になったほどであったというだが、1864年、天狗党の乱に加担した罪で、夫が自害。歌子も連座して2ヶ月間投獄される。歌を、水戸の国学者、林勧優に学んでいたが、林が亡くなったため、1865年から加藤先郎に、指示。明治に入ってから、歌塾、萩野社を、 小石川の自宅で開く。兄弟子の伊藤優命のちを通して、大田所の長、高崎商風と知り合ったこと、また、両親の実家が、水戸藩、川越藩と付き合いがあったことから、上流、中流家庭の多くの市場を門弟に抱えることができ、大いに繁栄した。1901年に、日本女子大学が設立されると、和歌の教授に迎えられたが、病気のため自体、 三宅加穂が代わりに就任した。1903年1月30日、60歳で死去。郷里の兄とは不仲で、養子もいつかず、家族には恵まれなかったが、葬儀には200人が集まり、その列は山頂にも達したという。両親の眠る谷中墓地に葬られている。歌塾は閉じたが、元養女住の三男角が養子に入って仮名を継いだ。名前の由来は、 歌子の自宅であった池田屋の庭に萩がたくさん植えてあったことから、和歌の創作指導だけでなく、基礎的な古典文学の手ほどきや地下下流の書を教えた。自宅で教えるだけでなく、鍋島や前田家など上流階級への出稽古もしていた。生徒は上流階級の子女がほとんどで、1886年に樋口一葉が入門した頃は、弟子は千人以上を数えた。 最初厚子当時有名な女流歌人として、うった子の他に、最初厚子、鶴久子がいたが、税所は皇后をはじめ皇室関係者、うった子が、上流、中流階級の礼状、鶴が下町の子女に教えていた。萩の舎は、家会も盛大で、貴婦人や姫君が、女中連れでやってきた。客員教授には、男性歌人や官僚などもおり、鈴木茂、梅村の僚、 加藤康彦、江差し恒久、木村忠史洋、水野忠隆、小出明などが講師を務めた。警視庁警視族の樋口則義の娘である夏は1886年8月20日に萩野社に入門している。則義は旧幕府奥いし、縁田清庵の紹介により萩野社を知ったという。樋口家では1889年7月12日に義が死去し、 経済的苦境から1890年5月には、萩野社のうちで主として、翌年3月まで中島家に住み込み、助教を務めている。一応は、萩野社を去った後に、本格的な小説執筆を開始するが、1896年11月23日に死去する。一応が、萩野学者を去った背景には、家庭の事情もあったが、下働きの者が辞めても補充せず、 一葉が女中代わりに使われ和歌の稽古ができなかったためもあったとされる。一葉を養女にして歌塾を継がせたいと思った歌子が一葉が数え23歳の時に呼び戻したがない弟子ではなく月給2円で助教を務めることで合意した。一葉が小説家として忙しくなり通えなくなると歌子は一葉に対する批判を漏らすようになり一葉が重病であることを 弟子から報告されても、それはしょうがないねえと、あっさりしたものだったという。浅井まかて、れん直な賞少女作。ありがとうございます。